はい、皆さんこんにちは。ドラゴンクエスト8のね、低レベル実況の方を始めていきたいと思います。どうですかね、これ結構あの画面のズレとかもまあなくした方だと思います。それでですね、前回のパートでなんかアイテム回収したって言ったじゃないですか。なんか水草のカビとか盗賊の腰身のとか鉄の釘、ウサギの尻尾、石の斧とかね、あとお金とかが結構手に入りました。というわけでちょっと今夜はここが一番安い宿屋です。ちなみにここで休もうかなっていうふうに思います。じゃあこのシスターに話しかけ、あ、その前にセーブしておきましょう。はい、ということでね、最初の1日だけはね、なぜか無料になります。ここでまあちょっと結構個人的に好きなイベントがあるんですよね。多分結構この8やったことある人だったらここが好きだっていう人もいるんじゃないでしょうか。まあ満月の夜というか、まあドラクエは常に満月なんですけど、トレテがちょっと目が覚めてね、起きたんですよ。そしたらククールがいます。ククールよ、お前何やら事情がありそうじゃな。話せば気が楽になることもあるやもしれんぞ。まあ無理にとは言わんが、まあ単純にトロで聞きたいだけですよね。なんだろうね、こううまくいかねえんだよな、あいつマルシェロとは。いっそ本当に血がつながってなきゃお互い幸福だったのかもな。っていうわけでちょっと時を遡ります。すごいセピア色みたいな、ね、色になりましたね。死んだオディロ院長はこの辺じゃ名の知れた慈善家でさ、慈善家でさ身寄りのないガキを引き取って育ててた。まあ俺もその一人で、あの辺の領主だった両親がいっぺんに死んじまった後、金もない親戚もいない、そういうガキにはあの修道院しか行く場所がなかったんだ。すごい小さいですね。ってわけでまあ入るわけなんですけども、まあやっぱり扉が突然閉まったりしたら怖いですよね。自分もね、まあおばあちゃん家とか行った時にね、怖くなったりします。あの時計の音とか、その中でね、まあ一人男の少年かなが来るんですけども、まあもう今と全く変わってませんね。君初めて見る顔だね。新しい修道士見習いかい？一人でここまで来たの？まあうなずきます。そうか、大変だったね。荷物はそれだけ？あのお父さんと母さん死んじゃったんだ。だから荷物なくて他に行くところもなくて、僕も似たようなものさ。でもここならオディロ院長やみんなが家族になってくれる。大丈夫だよ。うんうん、でも院長のところに案内する。ごめん、ほら泣かないで。君名前は？ってところでね、ククールマルチェロ。そうか、君、お前がククールなのか。
出ていけ、出ていけよ、お前は、お前なんか今すぐここから出ていけ、お前はこの場所まで僕から奪う気なのか、って言われてもね、幼いククールからすればちょっとよくまだ理解できないこともあるでしょう。勉強熱心で将来有望な騎士見習いのマルチェロは俺にだけ態度が違った。まあオディロインちゃんですね、すまぬな幼子よ、今の話すべて聞いてしまおうたよ。まさかマルチェロがあのような態度を取るとは一体何が。そうか、お前がマルチェロには腹違いの弟がいると聞いていたが、そうか、お前がククールなのか。すべては時間が、ここでの暮らしが解決するだろう。さあおいでククールよ、ここが今日からお前の家になるのだよ、みんなに紹介しよう。その後しばらくして俺は初めて知ったんだ、死んだ親父にはメイドに産ませた腹違いの兄が一人いたのだと。それがあのマルチェロで、俺さえ生まれなければ後継ぎは奴のはずだったということを。マルチェロとその母親は俺が生まれた後無一文で屋敷を追い出され、すぐに母親は死んでしまい、身寄りのなくなったあいつはこの修道院で俺と親父を恨みながら育ってきたんだ、ずっと。でもね、ちょっとね、ククールを恨むってところはまあそれはわかるんですよね。今日まあ一応腹違いとはいえ弟がの方がそういういい扱いみたいなのを受けてるとね。でもククールのせいにするのはやっぱりちょっとね、ちょっと違う気がします。ほんと寝耳に水の話でさ、幼く純真なククール少年の心はこっぴどく傷ついたね。でもまあね、クソ親父はしたい放題やってさっさと死んじまった、やつには憎める相手は俺しか残っていないんだ。わからないでもないんだ、だからいい機会だったと思うよ、近くにいるから余計苛立たせる。ちょうどマイエラ修道院の窮屈な暮らしにも飽き飽きしてた頃だし。ククールお前ずいぶん仲話になっちまった、ほらそろそろ夜明けだぜ。おいなんかちょっと今言い方が、まあね、ククールもね、もういいやつなんですよ。腹違いとはいえちゃんとね、兄のことを思ってるしね。はい、というわけでまた、ね、いつも通りストーリー進めていきたいと思います。でね、本来ならこの、あーすいません、ピント本来ならこの道をずーっとこう通っていってね、あのお城まで行くんですけども、自分はすでにね、あのこの間寄ってるのでルーラでね行くことができるので、そこに飛んでいきたいと思います。またピントが、またピントがあって、ま、暗くなるたびにピントが合わなくなるって、もうほんとね、どうにかならないもんですかね。ああ、また。絶対これもう毎回なっちゃうよ。ちょっと一回これでやってみたいと思います。それちょっと暗いお城なんですけど、暗いお城みたいですけど、まあでも別にそこまで影響はないですかね。大臣に話を聞いてみましょう。ほほう、旅の者とは珍しい、我がアスカンタよくぞ参った。我が国は亡くなられた王妃の、これなんて読むだったっけな、これって字が思い出せない、喪服の喪でしたっけ、確かそうだった気がします。あれ、もでいいんですかね。
喪に服しているため王には会えるのだ、すまぬがお引き取り願おう。ってことでここであえて屋上に向かいます。あーダメですね、ピンと合いませんね。結局だったらちょっとあんま目にも優しくないんで、まあこんぐらいにして、こんぐらいにしておきますかね。お加減はいかがですか。私、小松会のキラです。お昼にお運びしたお食事も召し上がられなかったようですね。夕食は王様の好物を作りますので、王様お願いです。せめてお返事をお元気かどうかだけでも。ないですね、返事。失礼いたします。行っちゃいましたね。開きませんね。こう夜になったら入れるんですけど、前調べた時大したアイテムありませんでした。というわけでここでキラさんと大臣が話してます。お食事もほとんど手つかず、夕べも一晩中玉座の間で泣き明かしていらした様子。王子様がご存命の時はあれほどお優しくて賢い王様でしたのに、お世話使いでありながら何の役にも立てず申し訳ございません。そうか、王は今日もご苦労だったなキラ。だが何としても王に元気を取り戻していただかなければ、このままでは国が傾く。しかし一体どうすればいいのだ。まあ旅の方、あ、そんなテンション高くないですね。まあ旅の方、もしや我がアスカントの王にお会いにいらしたのですか。残念ですが我が王はこの2年というものどなたにも会おうとはなさいません。夜にはこの、これはギョクザの前降りていらっしゃいますが、今の王には誰の言葉も耳に入らないのです。信じられるというのなら、日が暮れた後この玉座の間に来てご自分の目でお確かめください。というわけで日が暮れるまでちょっと待たなきゃいけないんですけども、まあこれといってすることないんですよね。てかついさっき朝にしてきたばっかりなんで、というよりこれ火昇ってきてるんですかね。あ、わずかながら。でもこちょっとめんどくさいんで、うん、まああえて夜にしてね、したいと思います。確か宿屋代はトラペッタが今のところ一番安いと思うんで、あの川沿いの教会、さっきあのククールのイベント見た教会はあの10ゴールドで休めるんですけど、あの夜にすることができないっていうか、もう必ず一泊しなきゃいけないので、まあ夜にするので、ね、一番安い宿屋多分ここなんで、12ゴールドぐらいは別に。一気に夜になりましたね。あ、間違えた。ゼシカのこの風の帽子がすごい使えますね。
確かね、この先のダンジョンで魔導士の杖だったかな、なんかそういうアイテムが手に入ったような気がしたんで、それとなんかルースタッフを混ぜるとね、魔封じの杖っていう、まあ敵の呪文を封じるっていう杖が手に入るんですけど、というわけでね、この上の方に行きたいと思います。いましたね。なぜだ、どうしてしてる、君は僕を一人置いて天国へ行ってしまったんだ。あれから2年、僕の時は止まったままだ。何一つ心が動かない。せめてもう一度だけ、夢でもいいんだ、もう一度君に会いたい。さすがに2年もあれば1回ぐらいはね、そのシゼルさんの夢見れるんじゃないですかね。確かここでキラーが出てくるんですよね。あ、もしや玉座の間で王様とお会いになられたのですか。旅の方、我がアスカンタ王は今は誰の言葉も耳に入らぬのです。ご無礼はどうぞお許しを。ええ、シセルというのは2年前に亡くなられた王妃様の名前です。もし死んだ人に会えるなら、シセル王妃が再び目の前に現れたなら、王様も元気になってくださるのに。そういえば私の祖母が昔たくさんお話をしてくれました。不思議な話をたくさんこの人会話で統治法を使うってすごいですよね。その中にどんな願いも叶える方法があると聞いたような気がするけど、ダメだわ、思い出せない。祖母に会いに行けば簡単にわかるでしょうけれど、私にはお城のお仕事が。旅の方、お願いがあります。この城より西、橋のそばの家に住む私の祖母に願いを叶える昔話のことを詳しく聞いてきていただきたいのです。ただのおとぎ話かもしれませんが、もしそれが本当なら、私は王様の願いを叶えて差し上げたい。自分で聞きに行きたくても、私には お城のお仕事があります。勝手に抜け出すわけには参りません。私の祖母の家はこのアスカンタより西、橋のそばに、どうか橋のそばにどうかお願いします。私は王様がお元気になられるよう教会で祈っております。旅の方、どうかお願いします。今お城の仕事がって言ったばっかりだよねまあそのところには突っ込まないとして、ちょっと一回一回城の外に出るの面倒なんで、屋上からルーラーでね、あの橋っていうのは、あのさっき言った教会の近くにある、まあ一軒の民家ですね。あれ、めんどくさい。不思議な力で活気される時っていうのは、なんか強制イベントがある時なんですよね。ってことは、このお城の外に出た時は、多分トロデかなんかが出てくる強制イベントがあるんでしょう。あ、ありましたね。おい、キクール、お前他の仲間はどうした。ふむふむ、そういう事情があったとはな。ええ、えらい。なんと主君思いのメイドじゃ、わしは感動したぞ。良い家臣は国の宝、しかもそのメイドミーティアと同じ年頃の娘ということではないか。よし、これは命令じゃ。そのメイドさんの力になってやれ。何、寄り道になるじゃと。そんなもんお前が急いでパパッと片付ければ問題ないわい。さあ行くぞ、その優しいメイドさんのために一肌脱ぐのじゃ。ですね、というわけでまた川沿いの教会まで飛んでいきたいんですけど、時間的にね、ちょっと一回ここでカットしておきたいと思います。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。